僕はフォルテしがない一階の魔導士ですこれからお供することになりますがよろしくお願いしますね戦いが好きなわけではありませんただ信仰のためなら戦いを厭わないのも事実です僕が信仰を重んじるようになったきっかけは…はいえこの話はやめておきましょう 楽しいものではありませんから双子というのも大変なんですよお互いに楽しようとして面倒なことを押し付け合っちゃいますからなぜ魔導士になったかアシットが猪突猛進なんで僕が光栄に回るしかないでしょうビジョンオーブは本当に素晴らしい仕組みだと思いますこれがあるから罪人は裁かれる それはとても良いことなんです学びがあったようです信仰に終わりはありません <laughs> また強くなってしまったまだ先があったとは新たな道が見えるようですこれも信仰心のおかげですねコツをつかみました切り札になりえますね 君のおかげで、ここまで来られました。どうですか今日あたり、君にも僕たちの信仰の素晴らしさを。アシッドと君、僕にとって心を開ける相手は二人だけですよ。<laughs> なんだか気恥ずかしいですね。なるほど。勝利がお望みですか。やるからには、 ちゃんと僕を利用してくださいねこれは何と言ったらいいんでしょう僕は今新しい扉を開いた気がします料理ですか大丈夫ですアシッドの代わりにいつもやっていましたからすぐに終わらせましょう悪いお知らせです僕は強いですよ そこですかこれならグッグッモノ僕としたことが神よ僕に力を神の剣にアグリゲットシャープエンサの声をゴーストラッシュ行きますよアシッド人暴れしようぜ お先にどうぞははははまだ死ぬなよおい今楽にしてあげますチリと消えなさい神よ僕を見守りたまえ試練の割には簡単すぎましたねもう終わってしまいましたか もう少し手加減した方が良かったかな。きわどいところでした。まだ信仰が足りないということですね。この程度の敵に苦戦しているようでは、神に見放されてしまう。この世界に別れを告げなさい。これが最後ですか。気を抜かずに行きましょう。敵から大きな力を感じます。警戒してください。